フリートーク。はい、私が一番緊張するフリートーク。はい、心配してるじゃないですか、そしたら。まあ、最近驚いた話なんですけど、はいはいはい、まあ、この間アメトークでソニー芸人っていうのもやってて、はい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 、で、まあ、あの番組で、まあ、ソニーというのを知った人も多いと思いますし、うん、で、まあ、もちろんソニーというのはもともと知ってて、うん、もしかしたら千川ビーチ部に来られてるお客様もね、たくさんいらっしゃると思いますけども、はいはいはい、やっぱ総じてソニーのイメージっていうのは、うん、まあ、おじさんの巣窟じゃないですか。まあまあ出世頭が、はい、だいたいハゲてるおじさんか裸のおじさんばっかりなんで、そうなんですよ。心に傷を負ったおじさんたちがいっぱいいるっていう。まあ言うてる僕ももう31ですから、はい、そうなんだよね。そうなんです。ちょっとこれで意外に言ってるんだよね。言ってるんですよ。で、31って言ったらソニーではもう本当に赤子のような扱いを受けてるんですけどで、僕も本当にバブバブ言ってて、いざ外出たらまあまあの先輩でしっかりせなあかんっていう。31だったらもうね、はい、初体構えて子供いて不思議ないし、ほんまそうですよ本当に時空が歪んでるんですけど、まあ、このソニーっていう、はい、まあそのソニー、僕もその中の人間ですらおじさんのイメージなんですけど、うん、俺が最年少と初めて会いまして、最年少ソニーの最年少いくつぐらい思います？まあ平均は多分35ぐらいなんですけど、ソニーってそうだよね、はい、でもやっぱり、なんだろう、20代、うん、真ん中ぐらい、真ん中ぐらい、うん、まあ、もちろんそうです、25ぐらいかな、みたいな。25なんかほとんどいないですけどもいないんだ。いないです。25なんかほんと若くてここ来た、そんなもうびっくりされますから、みんなに。あ、そっか。一番若いのがなんと16です違う方の今あ、今そう来たかみたいな感じの、ね、16歳がいるんですよ。よく斜め上を行くって言うけど、今斜め下を行かれてる。16？ はい、アナログパイプ君ってコンビなんですけど、現役の高校生で今年17になるらしいですけど。え、高校生ってソニーに入っていいんですか？もう、まあ一応合法らしいです合法ですか？合法。いや、高速で規定されてるとか治安維持条例に引っかかるとか、なんかそういうのが東京都のね、なんかあるとか、青少年の大丈夫なんですか？育成、健全な青少年の育成には引っかからない、ね、もし引っかかったらこの動画消えるだけなんで大丈夫ですなるほどね。まあその高校生めちゃくちゃびっくりして、すごいね。一番やっぱ気になるのが、うん、なんでやっていう、うん、確かに確かに、なんか辛いことあったのか、おい、そんなほんならその2人組なんですけど、はい、片方が入りたいと、はい、で片方はついてきたと。ああ、よくあるパターンだよね。で入りたい方はその野田クリスタルさん、はい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 、が16ぐらいの日で入られて、野田さんも入られて、そういうことか。まあそしたらお前途中で辞めるやないかと思ったんですけど。本当だよね。俺も今ね、今は違うよなとか思いながらねそれをさらにプラス、誰に憧れて入ったと思います？え、今ソニーまだいらっしゃるでしょ。ソニーにまだいる、はい、ソニー、野田クリスタルと来て、はい、ソニー芸人、はい、あの流れ、あの流れかどうかは分からないですよ。それはやっぱり先生ももちろんソニーを代表する方といえばザコ師匠じゃないんですか？あの錦鯉さんに憧れて16歳が入ったらしいです悪いことは言わないから俺は長谷川さんのことよく知ってるから。すごいじゃない、自分のお父さんより年上の錦鯉さんに憧れて入ったっていうので、もうだすごい時代やなってな。16ですよ。ああ、でも、まあ、でもその錦鯉であり、はい、そして野田クリスタルさんでありっていうふうになってくると、はい、比較的最近のあれを見たなっていう雰囲気ありますよね。で、僕でも一番やっぱ面白かったのが、まあ、コンビのその憧れた方がそうらしいんですよ、はいはいはい、でついてきた方にも聞いたんですよ、はいはいはい。そしたらついてきた方はもう耳疑ったんですけど、この間のアメトーク、ソニー芸人も、うん、ほとんど誰かわからなかったそんなことあります？自分のこの事務所の大先輩ずらーを追ってほとんどわからなかったんですって。でもそれもそのはずなんですよ。16ってことはその子が生まれた年にソニーのお笑い部も立ち上がってるんですよ同級生なんですって。なるほどね、なるほどね。そうなんですよ。だからまあしゃあないっちゃしゃあない。でも彼はついてきたというあれではあるけれども、はい、やろうという思いはあるんだよね。いや、それはもちろん、ね、やる気は、ね、抜群にあるみたい。いや、そしたら少なくとも先輩は知っとかないとまずいんじゃないの？まあ、だからあれで初めて知ってこれから勉強していこうっていうか。あんま噛み合わなくて、誰か芸人さんで言ってちょっと誰かちょっと待ってちょっとわかんないですみたいな。とりあえず全員に頭下げとけ。ね、いや、でも逆に多分新鮮なんで、まあ、先輩方もそんなね可愛いなってなるはずなんで。16
16はすごいな。16歳がいるんでね、ちょっとソニーも、まあ、もしね、まだ事務所ライブやってないですけども、ちょっとおじさんばっかりでっていう人がいらっしゃったら、お客さんで若い人もいるよっていうのをアピールして、ぜひ一度センカービーチ部に遊びに来てください。そうだそうだ、本当にその16歳を見に来るだけでも結構です、はい、ぜひ、センカーの方へお越しくださいませ、はい、ありがとうございます先生、はい、そんな感じでございますので、またよろしくお願いいたします。楽しみですな今後の成長がもしかしたらここ座る可能性もありますその頃俺じゃなくなってんじゃねえ、そんな感じでまた今後どうもよろしくお願いいたします、はい、また明日見てください。また明日、はい、また明日。